どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら。今日はマクドナルドハッピーセットのおもちゃ、プラレール第2弾を見ていきたいと思います。今回ね、6個ゲットしてきたんですけど、ラインナップは4種類とシークレット1種類で、5種類なんですよね。ただ、いつものように、後ろの番号をチェックしたら、1種類足りない。1種類足りないんですよ。多分このね、シークレットが、数が少ないんですかね、かたまたま僕が出なかったのか。今回この4台はねご紹介できると思うんですよね。あとね、おもチャンネルのタルさんが、インスタで上げてたの見てね、僕も買っちゃいました。プラレールドリンク&ポテトホルダーですかね、これドクターイエロー、めちゃめちゃ可愛いですねこれ。車の中であんまりね、マクドナルドとか食べないんですけど、可愛いんで買っちゃいました。では早速ね、こちらの方を見ていきたいと思います。まずは1袋目、くるっと回して、後ろの番号は CBH0123 ですね。袋をカットして、まず1個目、じゃ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 ん。まず1袋目はこちらが出ました。パンダクロシオスマイルアドベンチャートレイン。あとね、こちらシールの方入ってるんで、貼っていきたいと思います。シールをはいペタッと貼って、反対側にもペタッ。はい、外のシールはこれで OK ですね。今度は中スライドさせて開けて、はい、座席ですね。座席にペタッと貼りにくいですけどシールを貼ります。前の席と同じ感じで後ろの席にも、おお貼りにくい。ピンセットがない方は爪楊枝とかでね貼ったら貼りやすいと思いますね。外したパーツのこの内側ペタッと貼ります。で元に戻して、はい、シールの方貼り終えました。一番前にはね、大きなパンダの顔になってて、横はこんな感じ。あー、パンダさん、じゃれてます。かわいい。で、上のところには、アドベンチャーワールド JR って書いてますね。はい、くるっと回して、後ろには連結させるパーツがついてて、で、反対側のサイドにも、パンダさん、いてますね。あ、すごいかわいいですね、この車両。で、底面にね、このレバーがあるんで、スライドさせると連結用パーツが、まあこれはいつもと同じですね。はい、こんな感じで出てきます。これまずは手転がしで遊べるのと、あとさっきねもう見ちゃったんですけど、車両のボディを外すと車内が見えるようになってるっていうギミックですね。ではスライドさせるとこんな感じ。さっき苦戦しましたシールね、かわいいシールになってますよね。外したパーツの内側にはね、こんなシール貼りました。かわいいドアの、シールですね。では元に戻しておきます。ガチン。で最後にね、下に置いて手転がしで遊ぶこともできます。では2袋目いきますね。くるっと回して、番号は CBH1234 です。袋をカットして、さあなんだ、じゃじゃん、出てきました。赤白のボディ、 E6 系新幹線小町、かっこいい。ではシールの方貼っていきます。あ、これ難しいな。難しい。こんな感じかな。シールの方貼り終えました。まずはね、くるっと回すとこんな感じ、赤色が綺麗で、上にはレバーがついてて、で底面にもこの白色のレバーがあります。底面のレバーはね、この連結パーツが飛び出るようになってて、で後ろにもね連結パーツがついてます。まずは手転がしで遊ぶことができるのと、上のレバーを動かすと行き先表示が変わるみたいですね。さあやってみましょう。今ね、秋田指定席ってなってる。で、上のレバーね、動かしますね。いきます。動かすと、
じゃじゃん、東京指定席に変わった。すごい、反対側はない、こっちだけですね。はい、動かすとじゃーん東京で、スライドさせると飽きた。ではせっかくなんで、さっきの、車両とねつなげてみましょう。連結させるとこんな感じ。つなげてね、遊ぶことができますね。これいっぱいになったら絶対楽しいですね、これ。では次見ていきます。くるっと回して、次はね CBH2345 ですね。袋をカットして、次は何だろう。じゃ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 ーん、3袋目は E3系2000番台新幹線翼です。ではシールの方貼っていきたいと思います。前から慎重にペタッ。はい、シールの方貼り終えました。前こんな感じ。ここのシールね、貼るの難しかったですね。で、横は窓からお客さんが乗ってるのが見えて、で、ぐるっと回して、後ろには連結パーツがあって、反対側のサイドにはお客さんは見えない。で、シールがね、ここ足りてない。もうちょっとね、後ろでしたね。難しい。で、上にはこれレバーがついてて、下には、またね白いレバー、はい、これをスライドさせると連結パーツが出るようになってますね。それではね遊び方見ていきましょう。手転がしで遊べるのと、レバーを動かすと絵が変わるようですね。おなじみのギミックですね。これレバーを動かすとシャキーン。あ、このね男の子と、女性の方がこう席、前に動きましたね。で、新しくこの若い男性が、乗りましたね。もう一度元に戻すとじゃん。僕このギミックなんか好きなんですよね。なんか楽しい。ではね連結パーツをねつなげて3つになりました。お、すごい、結構長くなった。なんか順番はちょっと逆なような気がするけど、あ、かわいい、先頭車両かわいい。では最後ですね、くるっと回して、番号は CBH4567 となってます。では袋をカットして、じゃ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 ん、出てきたのは JR 四国8600系。やっぱりシークレットは出なかった。ではこちらのシールの方貼っていきます。シールの方貼り終えました。はい、横はこんな感じになってて、結構ね横とか細かいシール多かったですね。後ろには連結パーツがあって、反対側のサイドこんな感じで、上から見るとこちらで、前の方にはダイヤルがついてますね。で、底面にはレバーがあって、動かすと連結パーツが飛び出してきます。では遊び方の方見ていきましょう。手転がしで遊べるのと、あとね上にあったダイヤルをね、動かすと絵が変わるみたいです。はい、前の上のところですね、このダイヤル、これを回すと今石槌ってなってるんですけど、あ、潮風に変わった。本当に細かいギミックだこれ。では最後にまたねつなげちゃいましょう。はい、つなあ、長くなった。すごい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 。はい、全部つなげるとこんな感じです。それから
お、すごい、結構長いし、あとかわいい。じゃーん。では最後にですね、こちらプラレルドリンク&ポテトホルダーを見ていきたいと思います。箱はね、こんな感じ、くるくるっと回してバスケットとして使うことができて、こんな感じで車の中でセットして使うことができるみたいです。便利だ。僕あまりね、車の中で、食べ物食べないんでね、多分そんな使うことはないと思うんですけど、それでは出してみていきましょう。いきます、よいしょ。じゃあじゃあ、おお、出てきた。いいですね、かわいい。はい、出てきました。結構大きい。あと、ストラップですね。まずはドクターイエローをくるっと回すとこんな感じ、結構大きくて、作りいいですね。ここにはプラレールと、あとマクドナルドのロゴが書いてますね。で、底面はこんな感じで、上から見るとこんな感じで、ここにドリンクで、こっちはポテトですね。ハンバーガー入れたら鶏肉そうで、今回ご紹介した小町と大きさを比べるとこんな感じで、かなり大きいのがわかると思います。この中にね、プラレールを入れたら何台入るだろう。2台、あ、3台かな。3台入りますね。ではね、ストラップをバケット仕様でセットしたいと思います。パチッと合わせてロック、穴ポコがあるんでここにセットします。で、反対側もセットして、で、はい、できました。映ってない。これね、こんな感じです。すごい可愛いですね。ここ持って、なんか中に入れてね、出かけることができますね。あ、すごい。これめちゃめちゃ可愛いですね。なんか他の車両なんかも出してほしいですね。はい、今回はハッピーセットプラレール第2弾、4種類ご紹介しました。あ、あとシークレット欲しかったけど、なかなか出ないんですかね。僕シークレット出なかったんですけど、皆さんぜひね、シークレット出して、よかったら何だったのかぜひね、教えてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。